あたりチャンネルラジオ。どうもこんにちは、生田斗真です。嘘です、あたりです。あたりチャンネルラジオ過去仮、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このあたりチャンネルラジオ過去仮、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けしますということで、あたりチャンネルラジオ過去仮第92回でございます、3桁まであと8回と、早いもんですね。早くはねもう2年以上やってるからな。じゃあ1点ちょっとお知らせというほどでもお知らせでもないんですけども、3月か4月ぐらいからやってました。ツイッターでね、リプライとかダイレクトメールを送ってきてねっていう、こう毎日夜ぐらいにも呼びかけていたんですけども、それを5月いっぱいで一旦終わらせていただきました。緊急事態宣言も解除されて、ちょっとずつこう日常生活に戻っていくっていうね、その中でこう一つ区切りとして、5月も終わるし6月に入るし、でもう2ヶ月ぐらいはもう呼びかけ続けたから、割とこう浸透してるかなっていうところで一旦やめさせていただきました。もちろんこれからもね、そういうリプライとかあとダイレクトメールっていうのは返していくので、気軽に送ってきていただければなと思います。いや本当にそう、丸2ヶ月ぐらいはやってたのかな、なんかこうね、始めたきっかけっていうのはなんかこう、あ、ちょっとこれ精神を心を病んでしまう人がもしかしたら出てくるかもしれないなと思って、送ってくださいねぐらいから始めたんですけども、結局2ヶ月ぐらいはやってたのかな。送ってきてくれた皆さんありがとうございました。結構本当に毎日ダイレクトメールとかリプライとかもう来てましたんで、ありがたいですね。大変だったけどね、楽しかったですこっちは。そんな中、6月になったんですけども、いかがお過ごしです。なんかこう学校なんかもこう様子見ながらちょっとずつ再開してるみたいですよね。僕も甥っ子姪っ子がいるんですけども、何でしょう、この曜日はこの学年、この曜日はこの学年とか、なんかこう順番にこう登校したり、あとはその午前中午後とか、あと午前中だけ授業やるとか、なんかそういう感じでこうちょっとずつこう再開してるみたいですね。僕はというと、こう今も相も変わらず店頭に立ってお仕事をしているわけですけども、6月に入ってさ、完全に何て言うんだろう、解き放たれたよね。前も一回こう話したんだけど、こうなんだっけ、5月の6とか7とかぐらいに、なんか一回こう気が緩んだ瞬間あったじゃない。あれの時もやっぱりこう人がこう入ってきたりとかしてて、やっぱもう皆さんそういう感じたんですねっていう、ゴールデンウィーク明けね、で人がこう結構来てて、あーすごいなと思ってたんですけども、もうすごいですよ。客数がやばい、本当に。下手するとそのコロナのこの騒ぎになる前よりも客来たなってぐらいすごい人が来るって、僕はメガネ屋で働いてるんですけども、そのメガネ屋っていうのは大きなその施設の中に入ってるっていうイメージですね。だから直接こうメガネ屋に来るっていう人ももちろんすごい多いんですけども、それ以外のこうお店にね、コーナーとかに行く人がすごい多くて、すごいなーと思いながら、こんな一斉に押し寄せてくるんだと、思いながら仕事をしてました。でこれを収録してるのが6月7日の日曜日なんですけども、その前日のね6月6日の土曜日に、お仕事入ってたんですけども、もう目が回るぐらい忙しくて、もう朝からもうずっとメガネのその度を測り続けるっていうね、朝出勤して、でお昼夕方ぐらいにちょっと休憩があるんですけども、そこまでずっとひたすら測定をし続けるっていうね、もう
すごい一日でしたね、で休憩上がってからもお客さん来るし、なんだろう僕最近そのさニュース見てないから詳しくは知らないんですけども、何かあった何かあった、このお客さんが大量に押し寄せる何かがありました。僕の知ってる限りでは何かそのキャンペーンとかは特にやってないから、まあ、皆さんこう何かしらのきっかけでこう一斉にお店に来店していると思うんですけども、あれかな、なんかこう緊急事態宣言のこの解除と同時に何かありました？なんかブルーインパルスとかあったじゃないですか。ブルーインパルス自体はその医療関係者にちょっと感謝を伝えようみたいな感じだったと思うんですけども、あれで何かありました？もしかしてなんか都知事とか総理大臣からじゃあ皆さん外出してくださいみたいな、なんかそういうのありました？よいどんみたいな、皆さんいいですか、まだ私がよいどんって言ってからがですよみたいな、よいどんって言ってから外出してくださいねって言いますよ、よいどん外出みたいなのありました？あったかもしれないね、もしかしたらね。なんかみんなもう外出したかったのかな、自粛生活って嫌だったのかな、そういう人もやっぱりいるよね。お買い物したかったんだろうね、きっとね。お洋服とかさ、なんかそういうの買いたかったんだろうね。いやー本当にすごいなって。いやこうそのさ噂だとさ、その第2波がうんぬんかんぬんとか言われてるけどね、要はその第2波に備えての買いだめをするために外出してるっていう人ももしかしたらいるかもしれないんだよね。なんかそのなんだろう、その第2波に備えるための外出で第2波が起こる、ちょっとよくわかんないよね。もうなんかいたちごっこ。皆さんもね、今後も、引き続き気をつけて活動していただければなと思います。いや僕はね、ちょっともうね、半ば諦めてる感じはね、ある。いや、本当になんか、昨日それを感じたんだけどさ、もうこんだけ人来てたらさ、誰がさ、感染してることか分かんないじゃん。でその無症状感染者っていうのも中にもいるとは思うし、感染しててなんかちょっと体調が悪い気がするぐらいの人でもやっぱり外出するじゃん。だもうどれだけ個人個人一人一人が気をつけてももう無理だなと思って、もうなんかいっそ開き直ってもう濃厚接触したいぐらいある。その辺のねこう人たちともうなんかフリーハグぐらいある、イエーイイエーイ、ソーシャルディスタンスとか言いながらこうフリーハグをしたい。そんな僕の日常でした。最近思ったことでした。じゃあちょっと僕の近況報告いきましょうか。ゲーム実況なんですけども、ファイナルファンタジー8始めました。なんかおかしいなちょっと待って、なんかおかしいな。今そのオープニングトークで僕の近況報告をして、この僕の近況報告ですって言ってからゲーム実況の近況報告をしだすって、これおかしくない？なんかなんだろう、計画性のなさが出てる。まあじゃあこのオープニングトークで僕の近況報告をして、僕の近況報告ではゲーム実況の近況報告をする。じゃあこの後にあるゲーム実況の近況報告では一体何を報告するの、皆さんお楽しみに。面白い報告があるといいですね。話を戻すけども、このファイナルファンタジー8がねとにかく懐かしいね。今週実況始めて第1回でなんかひたすら懐かしいって言い続けてるんだけども、これが発売したのが1999年で、
もう20年以上前のゲームなんですけども、僕その発売当時にやってるんですよ。ファイナルファンタジー8が発売されるで、コンビニで予約してね、ワクワクして発売当日を待って、発売当日にもああ待ったっつってうわーってやり始めてずっとやってたんですけども、内容をね全然覚えてなくて、特にストーリー全然覚えてなくて、なんか逆に新鮮、覚えてなさすぎて、あこれってこういうあれなんだって思いながら、ストーリーを解釈しながらプレイしていて、だからなんか中学生の時とはもうまた違った楽しみ方をしているというか、なんかこんなに面白かったんだって思いながら今プレイしてるところですね。さすがこうファイナルファンタジーと思いながら、やっぱ大型タイトルの名は伊達じゃないですよね。引き込まれる作り方をしているんですよね。テンポとかもそうだし、テンポに関してはあれか、僕がその敵と出会うのを切っているっていうエンカウントなしモードを使っているから、それはテンポは良くなるわと思うんだけども、いや面白いですよ。まだ最後までねプレイしたわけじゃないし、まだなんなら半分もいってないと思うんだけども、キャラクターの一人一人がやっぱりキャラクターが立っているというか面白いですよね。発売してさ、プレイしてた当時はもう感情移入とか全くなかったんですよ。なんか登場人物とかもだいたい16、17ぐらいの、高校生とかそれ以上ぐらいの、言ってしまえば僕からしたら大人ぐらいの人たちのストーリーだったから、何言ってるのかとか、何を感じてどうしてこの行動を取ったのかとか全く分からなかったんですよね。キャラクターに理解もないし、でストーリーも全く理解できないし、で一体何が面白くてこのゲームやってたんだろうって思うぐらい、そのシステム面とかね、そのゲームを攻略していくっていう部分ではやっぱり楽しみはあったから、そういった意味ではやっぱり楽しくプレイはしてたんだけども、今やると全然こう違うよね。それこそ僕今年もう35歳になって、そういった16歳17歳のその青春ストーリーみたいなのを見てると、なんか可愛いキャラクター一人一人が可愛いですよね。特に主人公のスコールがね、いいキャラしてるんですよね。ツンツンしてるというか、クールぶってるというか、なんとなくこう人と深く関わるのを避けている、悪く言ってしまえば中二病みたいな、ところがあるんですけども、こうなんやかんやでなんかこう他人思いの優しいところがこう垣間見える、なんかこうこいつほんとなんか不器用なんだよな、でも優しくて他人思いなところがちょっと出てますよみたいなところがね、なんか可愛いんですよね。なんかこうそういうさ、大人になってこう改めて見ると分かることって結構あるじゃないですか。その昔週刊少年ジャンプで連載してた漫画で、ジャングルの王者ターちゃんっていう漫画がねあったんですよ。言ってしまえばそのディズニーとかでさやってるさ、ターザンってあるじゃないですか。ターザンのパクリとか、オマージュっていうか完全にギャグ漫画なんですけども、そのジャングルに住んでいるターちゃんっていうキャラクターが主人公で、その周りの人たちとなんやかんやいろいろあるっていうギャグ漫画なんですけども、そのねターちゃんっていう作品の中で恥ずかしいシミっていう表現があるんですよね。
恥ずかしいシミです、うん、どういうあれかっていうと、あのターちゃんの仲間にアナベベっていうね、なんだろう、なんかジャングル保護で来ている、その森林保護かなんかで来ている職員だったのかな、あまり思い出せないんだけども、アナベベっていうやつがいるんだけども、そのアナベベが、まあ、結婚していて妻がいるんだけども、その妻とは離れてそのジャングルにねやってきているわけですよ、うん、でアナベベはその奥さんに会えない寂しさからね、やっぱりこう一人寂しくねしている夜っていうのもやっぱりあるじゃないですか、うん、でそのアナベベは奥さんの写真を持っているんですね。でその奥さん、アナベベが持っている奥さんの写真になんか恥ずかしいシミがついているっていう、うん、これさ大人になるとわかるじゃん、あアナベベさんみたいな、うん、あアナベベさんそういうことなんですよね、恥ずかしいシミってそういうことですよねっていう理解があるんだけども、多分僕それ見てたのが多分小学生ぐらいだったと思うんで、その恥ずかしいシミの意味が全くわからなくて、だから意味がわからない、とりあえずその恥ずかしいシミは恥ずかしいシミなんだなで完結してたですよね、うん、こういうのってやっぱ大人になって、あの恥ずかしいシミってそういう意味なんだね、わかるっていうのはやっぱあると思うんですよね、うん、なんかこう知らないって、まあ、罪というほどでもない、無知は罪というほどでもないんだけども、なんかこう無邪気というかさ、なんだろう、小さい男の子とかもしいらっしゃる、ま、もちろんその小さい男の子がね大きくなった方でも、このあたりチャンネルレイディオを聞いている方で結構お子さんがいらっしゃる方も多いと思うんですけども、小さい男の子がさ、なんだろう、ちょっと体が大きくなってくるとね、まあ起こる現象だと思うんですけども、ある日突然ね、ママママチンチン大きくなったってね、いう報告をしてくるっていう一大イベントがあるんですよ、うん、もちろん僕もそういうことがあったっていうのも聞いてるし、甥っ子もね、まあ、そういうことがあったっていうのを聞いているんで、多分その男の子がいるご家庭とかね、多分ある必ず通る道だと思うんですよね。ママちんちん大きくなった、大きくなったよってね、あるイベントだと思うんですよ。うん。だそのなぜちんちんが大きくなるのかとか、うん、っていうのはやっぱり子供って知らないじゃないですか。知らないからこう無邪気にそのちんちんが大きくなったことを報告してくると思うんですけども、うん、まあそのなんだろう、大人になってからね知っててもう言う人は言うじゃない、言うと思うんですよ、まあもちろんね、うん、いやなんて言うんだろう、大きくなっちゃったよみたいな、うん、まあまあそのなんだろう、モナリザの手を見てね、やっぱり勃起してしまった人とかもやっぱいるじゃないですか、うん、あの少年ジャンプの話ですけどね、少年ジャンプの話ですけども、うん、あれって誰だっけ、第4部だったの覚えてないけど、あれどっちだっけ、キラヨシカゲの方だっけあれ岸辺露伴じゃないよね、岸辺露伴の方じゃなくてキラさんの方ですよね、うん、そうモナリザの手を見て勃起してしまう、そういう報告をしてくる大人だっているけども、それはそれとして知っている報告、うん、ですよね、うん、あれ何の話してたんだっけ、そう小さい男の子がチンチンが大きくなってくるっていうのを報告してくるっていう一大イベントに関して、あれ僕何の話をしていたの、そうそう、疑問に思うんだけども、その小さい男の子がまあ不覚にもその
ね、チンチンが大きくなってしまった時に、ママチンチン大きくなったよって報告してきた時に、世のお母様方、まあ、お父さんもお父さんで割と対処できるしやすいのかな、あの親御さんはどう対処してるんですか、どう対処するのが正解っていう正解もないと思うんだけども、どうするんでしょうね。なんか僕のこの勝手な感覚なんですけども、今の世の中のトレンドというか、あの子供のすることはとりあえずなんかこう褒めておけみたいな風潮ってないです。なんかあの僕のこのあたりチャンネルレディオもやっぱりこう性教育的な部分もあると思う、あるんですよ、性教育レディオですから、やっぱりそのチンチンが大きくなるっていうことをタブー視するっていうのは良くないと思うんですよね。ダメでしょそんなチンチン大きくしちゃ、ね、言うのはダメだと思うんですよ。そうするとやっぱり小さい子は、えチンチンが大きくなるのって良くないことなんだ、いやもうチンチンが大きくなるのをお母さんに報告するのやめようってなる、と思うんですよ、いやまあ報告するのがいい悪いとかじゃないと思うんですけども、褒めるのってどうなんです？のママに、ママチンチン大きくなったよって言った時に、ママが、あすっごい大きいって思い言いながら褒めるんですか？あ違うのかな、すごい大きいこと褒めちゃいけない、違うな、大きくなったよ、あすごい大きくなったねって言ってこう拍手しながらチンチンを褒める、あ違う、チンチンを褒めちゃいけないのね、そのチンチンが大きくなった子、チンチンが大きくなった男の子を褒めてあげるのがやっぱりトレンドなんだろうね、すごい大きくなったね、偉いね大きくなったっていうのをこう褒めてあげるっていうのがやっぱり世の中のトレンドなんですかね。いやすごいなんかこう素晴らしい家庭だなと思うんですけども、でも家庭でさチンチンが大きくなったことを褒めてあげると、多分それ幼稚園とか保育園でもやると思うんだよね、絶対やるでしょ、男の子って知らないから、そういうのを他人に言うのはあまりいいことではないですよっていうのをやっぱり知らないと思うから、だから家でね、わあすごい大きくなったね、偉いねっていうのを褒めていると、褒めてもうチンチンが大きくなったことはすごいいいことだ、偉いことだっていうことを認識してしまって、幼稚園や保育園の先生に、先生チンチン大きくなったよってこう褒め、なんかこう報告しに行く、先生はそういう時どうするんですかね。多分さ、そういう先生も多分そういうシチュエーションってさ絶対あると思うの、ゼロじゃないと思うんですよ、だからそういうあれどうすんだろう、各家庭でどうしてるんですかって聞く、聞くかな、聞いた方がいいと思うよね、それやっぱ家庭の方針とかもあるからさ、だからあのお迎えとかに来たお母さんに、お母さん、あのたかしくんがね、たかしくんがちょっと今日あのおちんちんが大きくなったことを報告しに来たんですけども、ご家庭ではどうされてます、褒めてらっしゃいます、お母さん恥ずかしいよねお母さん恥ずかしいけども、いやでもあのやっぱりこちらとしてもやっぱりご家庭の方針に沿ってやっぱり対応していきたいので、もし褒めていらっしゃるのであればこちらとしても盛大に褒めますと、もう家庭でもそういう保育園、幼稚園保育園でもやっぱりチンチンが大きくなったことを褒める、すごいすごい、でもそれをさ周りから見ている他の子たちもやっぱり大きくなったことを褒められるって思うと、もう阿鼻叫喚だよねみんな報告しに来るじゃん、先生先生僕も大きくなったよ、僕も大きくなったよってね、別に悪いことではないと思うんですけども、
そうす、いや、もしかしたら社会全体がそうなっていくと、もしかしたらいいことなのかもしれないよね。どうどうです、それがその男子とか女子とかではなく社会全体として、そうチンチンが大きくなってしまったことに対して褒めるっていう文化が根付いていけば、その通り魔的にこうチンチンを見せつけてくる人たちに対してもやっぱり褒めるっていう対象になってくるんですかね。どうなんだろうね。僕はもちろんその通り魔的にチンチンを見せられたことはないので、どう対処していいかっていうのは分かんないんですけども、褒められるとどうなんだろうね、ああいう人たちって。こうね、あの街の道のね角でこうとバーって出てきて、コートをバーって出したらすごい大きくなったチンチンがそこにあるってなった時に、女性が「あ、すっごい大きくなったね、偉いね」ってこう褒めてくれたら、なんか違うってなるんだろうね。なんか違うってなると思う。難しい問題かもしれないね、その人個人個人のあれがあるから。でも世の中全体でこうね、チンチンが大きくなっていくっていうことを褒めてあげられる世の中になっていくといいんじゃないかなって思うんですよ、僕の性教育的な概念で言うとね。そういう、なんだろう、セクシャルな部分をタブー視しない、成長は成長として、成長は成長としてこう褒めてあげる。もちろんその大人になってきた時にね、人が嫌がることをしないっていうのはもちろん大事ですよ。だから大人になった時にむやみに女性にね、そういう自分の大きくなったチンチンを見せつけないっていうのはね、すごく大事だと思う。そういった教育もちゃんともちろん合わせてしていかなきゃいけないけども、やっぱりチンチンはいけないものではないんだよっていうのもやっぱり刷り込んでいかないといけないのかなっていうのは僕の考えです。今の日本はね、そういう性的なものっていうのを忌避するというか、やっぱりタブー視している部分はあるんで、そういった小さいことからこうコツコツね、あの活動していくことが大事なのか。いや、あのチンチンが小さいっていうことを言いたいんじゃないんですよ、そういうことじゃないです。あの僕のチンチンが小さいってことを言ったわけじゃないですよ。小さいことからコツコツっていうのはそういうことじゃないです。なんだろう、褒めていく、チンチンを褒めていくっていう小さい活動が世の中全体を変えていくんだよっていうことを言いたいんですよ。でももうだって僕なんか思うの、2リットルのペットボトルぐらいありますから。ね、大人になるとやっぱ褒められることってないじゃん、ね、小さい時から褒めるっていう習慣をつける。大人になって、なんだろう、チンチンを褒められることってないじゃないですか。やっぱ本職の方じゃないと褒めてくれないじゃないんですか。知らないけど、なんか逆になんか嘘くさくなっちゃうよね。ママ、チンチン大きくなったよっつって、わあすごい大きくなったねって言うと、なんかこう。本職の方が無理やり褒めてるような感じが出てしまうのかな。いや、子供はそういったところはもうその敏感には感じ取らないと思うから大丈夫だと思います。はい。そういえばスケベイスってどうなったんだろう。僕あの使い方をまだ調べてないからあれなんですけど、スケベイスの使い方って知らないのかな皆さん。やっぱり知らない人ばっかりなんだろうな。ピュアな大人が多い、そんなあたりチャンネルレディオのリスナーさんですからね。いや、なんか逆に申し訳ないですね。スケベイスなんていうね、際どいワードを出してしまって本当に申し訳ないです。何の話だっけ。大人になると分かることってあるよねっていう話でした。はい。
皆さんもチンチンが大きくなったら積極的に褒めていきましょうっていうお話でした。はい、終わりです。お便りいただいております。ケンイチさん、男性の方、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。ありがとうございます。ところで、あたりさんは出世欲ってありますか？出世と聞くといい響きですが、正直責任や仕事の負担が増え、メリットはあまりないイメージなのですが、あたりさんはどう思いますか？仕事によるとは思いますが、ぜひ意見を聞かせていただきたいです、ということで、出世欲、僕個人の話をさせてもらうと、出世欲は全くないです。全くないですね。出世したくないわけじゃないです。出世をしたいと思わない、ただお金は欲しい、毎月100万円ぐらい欲しい、そういった意味では出世したいのかなと思うけども、割と最近若い人にも多いのかもしれないんだけども、出世したくないっていう人って結構多いと思うんですよね。別に出世したいわけじゃないんですよね。ただ、なんだろう、人として必要最低限文化的な生活を送りたいっていうところです。最低限文化的な生活を営む、憲法、なんかこう時代が変わったというか、人々の意識が変わったというか、なんというか、こうなんて言うんだろう、出世っていうシステムがもう時代遅れじゃないですか。わかります？新入社員で入ってきます。で、何年かすると肩書きが変わるんですよね。会社によって様々だと思うんだけども、主任とかなるじゃない、主任とかチーフとかなって肩書きがつく、ね、課長、部長、社長とかね、肩書きが変わっていく、ランクアップしていく、それ出世っていうんですけども、その出世っていうシステムがもう多分時代遅れだと思うんですよね。本当になんか人々の意識が変わった、時代が変わったっていうイメージがあるかな。個人の時代じゃないですか、今って。個人個人を尊重していこうっていう時代の中で、一人一人は個人で自分に使う、趣味に使う時間が増えてきた。で、その仕事のために使う時間っていうのは極力減らしたいっていうのが、やっぱり今のトレンドというか時代の流れですよね。世代間でやっぱ多分だいぶ違うと思うんですけども、やっぱり自分の時間や自分の考えっていうのをやっぱり尊重する時代になってきてるんで、そうすると会社のために働く、そうすると出世していくっていうのが、やっぱりこう時代錯誤だよね。時代遅れっていうのもまたもしかしたら言葉のニュアンスとしては間違ってるかもしれないんだけども、時代錯誤ですよね。終身雇用の時代じゃないんですよ、もう。会社に一回入社してしまえば、定年まで養ってくれるとか、そういう時代じゃないと思うんですよね。もちろん制度としてはやっぱり会社はむやみに正社員の首を切ってはいけないっていう制度はあるから、制度というか法律があるから、そこはそれとしてまだそういう終身雇用の名残がまだ残っているけども、でも働いてる側ね、非雇用側にしてみると、そういう時代じゃないよねっていう意識はちょっとずつはやっぱあるよね。もちろんお金は欲しいけど、安定した暮らしは欲しいけど、でもさ、
なんだろう、システムとして出世していけば給与が増える、もちろんある程度は給与は増えますよ、増えるけども、その、出世した分の責任とか、ストレスに対して給与が見合うかっていうと多分そうじゃないと思うんですよ、今の時代。じゃあもう別に出世なんかしなくても、なんだろう、自分自身、自分の家族だけが安定して暮らしていけるだけの給与があればいいよねっていう時代に変わってきてると思うんですよね。で、こっから先に行くと、やっぱり個人個人で自分自身の価値を高めて、自分自身の価値をお金に変えていくっていう時代に変わっていくと思うんですけども、まだまだ発展途上ですよ。言ってしまえばそういう YouTuber みたいな、 YouTuber だってそれですよね。で、 YouTuber の前は多分個人企業とかそういうところにもなっていくと思うんですし、だから個人個人で自分自身をマネタイズしていくっていう時代の中で、出世ってやっぱりもう時代錯誤ですよね。だからなんだろう、出世欲っていうところでいくと、やっぱりないっていう人の方が多くなってきている気はする。なんかこう難しい問題になってしまったね。すごい話を広げるな、出世から話を。あと、なんだろう、単純にすごいこう、僕がそのツイッターしか SNS をやってないからかもしれないんだけども、単純に消費者の声がでかすぎるっていうのが、対個人にしても対企業にしても消費側の声がでかすぎる。クレームが多い。本当にさ、クレームが多いですよ。で、今まではそれで成り立ってたじゃないですか。クレームすればとりあえず生産側がなんかこう肩代わりじゃないんだけども、なんか消費者側にペコペコしてればなんとかなる時代だったじゃないですか。今も多分そうだと思うんですけども、とりあえず頭下げときゃなんとかなるっていう時代に、いや本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。だ、そういった浮き彫りになってきたというか、もしかしたらそういった消費者の声が大きいっていうのが加速してるのかもしれない、最近。もしかしたら、人一人にかかってくる責任とかが大きくなりすぎてるっていう気はする。それをだって会社が助けてくれるかというと、そこまで助けてくれねえもん。嫌じゃん。クレームつけられたらだって自分の責任なんだぜ。会社の責任にならねえんだもんね。だったら出世なんかしたくないじゃん、責任なんか負いたくないよ。そういう、かくいう私自身も、僕一人、自分一人だけ食べていけるだけのお金が入ってくればそれでいいやってしか思ってないんですよね。別にそっから先何かこうね、家を建てたいとか、車に乗りたいとか、いい服を着たいとか、そういったものは全くなくて、自分自身食べて、自分自身一人が食べていければ、あとはちょっとなんか好きなことをね、今だ、僕だったらゲームをしたりとかさ、あとテレビをね、見たりとかさ、そういったことだけできればいいやっていう考えだから、別に贅沢したいと思わないですよね。だから、さっきもお金は欲しいと言ったけども、そんな大金は欲しくないです。月100万欲しいと言ったけども、月100万をもらえるだけの責任は欲しくないです。いらないです。だったら月20万でも、それなりでいいっす。だからまあ、その、ね、
要は今メガネ屋で働いててね、月々お金をもらっていて、でまあ自分の時間は自分の時間で持っていると、うん、そういった自分の趣味の時間や余剰の時間で今 YouTube を楽しんでるっていうイメージですよね。そういった YouTube のその日々の活動っていうのが仕事になったりとか、そういった仕事になった中で何かしらの責任が生じてくるってなると、多分もう続かないと思う、ダメになると思う、僕の性格上。だから今の感じでいいかなって本当に思ってる。出世ね、言ってしまえば、でも YouTube でさ、こういう活動していてさ、登録者が増える、再生回数が増えるっていう中でね、もらっていくお金が増えるっていうのはやっぱり責任になってくるとは思うんですけども、それもまあある種の出世なのかなとは思うかな。肩書きは変わらなくてもね、何かしらの段階的にね、あるのかな。はい、まあそんな感じ。僕は特に出世はしたくないです。はい、以上、皆さんのご意見も聞かせていただければと思います。出世したい人は出世したい人でそれでいいと思いますよ。そういう人がね、経済をより動かしているっていうのももちろん事実なんで。はい、というわけで、ゲーム実況の近況報告です。継続してプレイしているゲームとしては、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、以上です。そして、実況を終了したゲームが人食いの大鷲トリコ、終わりましたね。全20回ぐらい、1本2、30分ぐらいには収めてたから、それが20本、だからゲームのプレイ時間としてはそんなに長くはないけども、いや本当に面白かった。プレイしてよかったゲームだったね、大鷲トリコ。なんかこうすごいゲームなんですよ本当にすごいゲームだったなって思う。本当に細部までよく練り込んで作られてないとああはならないなっていうゲームだったなっていうのは感じましたね。まあもちろん全部が全部手放しに込められるかっていうと、そうでもないところはもちろんあったけども、ゲームのなんていうんだろう、組み立て方として、トリコがちゃんと生き物なんですよ。でゲームとしてはやっぱり、快適にプレイするってなってくると、トリコと一緒に協力してゲームをプレイする中で、トリコってちゃんとこっちの言うことを1から10まで言うことを聞いてくれるのが快適なゲームプレイにつながっていくと思うんですけども、これは違うゲームなんですよね。トリコってちゃんと生きてて自分の意思があって、でちゃんとこっちが意思を伝えないと、トリコってちゃんと言うことを聞いてくれないし、そういった中で信頼関係が芽生えてきて、トリコってこっちのために何かをやってくれるっていうことがどんどん多くなっていくから、そこをちゃんとこう作られているのは作られているけども、やっぱりここをこう煩わしく感じる人って絶対いると思うんですよね。だから万人に受けるゲームかっていうと、万人に受けるゲームではないけども、感情移入しやすいタイプの人には割と刺さるかなとは思う。ゲームにこう夢中になってしまうタイプの人には刺さるかもしれないですね。いやでも本当にすごいゲームだったなと思います。ちゃんとトリコが生きてたな、その中でちゃんと意思疎通ができるようになっていって、最終的にやっぱり、ああトリコは僕の友達ですってちゃんと言えるぐらいには仲良くなれたっていうのはすごい体験だったなと思います。はい、よかったら
皆さん1から20まで、21だったかな、最終回までご覧いただければなと思います。はい、あとは実況開始したゲームね、さっきも言ったけどファイナルファンタジー8リマスタード、これを開始しました。ニンテンドースイッチですね、でプレイを開始しました。プレイステーション4なんかでも配信はされているんで、よかったら皆さんもプレイしてみてはいかがでしょうか。で、僕が購入したのがちょうど安くなってた時期だったんですよね。ファイナルファンタジーの7、8、9、あと10、10-2 とか、あと12か。12も安くなってた時期で半額になってたんですよね。その時期に、わあ、買うしかねえと思って買ってプレイを始めました。こちらもよろしければ動画をご覧いただければなと思います。こんなところですかね。まあ、ちょっとこの後もちょっとプレイするゲームをあと1本増やしていこうかなと思うんですけども、何プレイしようかなっていうのをすごく悩んでいる昨今でございます。リクエストあったゲームももちろんやっていきたいんですけども、ちょっと今気になってるゲームがね1本あって、それどうしようかなって悩んでるところ。まあ何をやるかっていうのは出したら見ていただければなと思います。出したら見ていただければな。チンチンの話ではないですけどもね。お知らせです。このあたりチャンネルレディオ過去回では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、リクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には私からの投げキッスが届きます。今回はケンイチさん、男性の方ありがとう。ありがとう。というわけで、あたりチャンネルレディオ第92回でした。次回もよろしくお願いします。それではまた次回。バイバイ。